皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。そろそろ着替えて OK 行こうかなと思うんですけど、流し用なんですよね。ほんとあんまり良くないですね。潮がもう前半も286万丁が、干潮が全然潮動きませんね。本当はあと2日後ぐらいの中潮を撮るのがいいんでしょうけど、一応今日カメラ持って行ってみます。では漁場に着きましたので、ここで1投目をつけたいと思います。流し用なんでね、どういう量になるでしょうかね。まあいろいろな潮を撮影した方がいいと思うんで、流し用もたまには必要だと勝手に思ってます。では1番目です。潮なんでね、全然期待してなかったんで、カニが見えたことにびっくりしてしまいましたけど、精巻きが2ついただけでももうすでにだいぶ嬉しい。もうデビラ、ほんと最近見なくなったんですよね。いつも母のおかずです。ミヤコボラが少ないですけど、今日はちょっと大きいミヤコボラがいたら拾って帰ろうかなと思ってます。から見えとるな。今年はもうめちゃ少ないですね。いつもの10分の1ぐらい。4.4 度です。ちなみに今日大きい。小さいんで、カニはいても拾えるのはいないと思ったんですけど、まあ、それは予想通りなんですけど、前回の動画の時ハモ全然おらんかったんですけど、今日なんか型のいいハモばっかりですね。本当にグッドサイズのハモばっかり。これぐらいが一番いいかな。最後のちっちゃいクー見えるかもしれませんけど、自分が食べた経験ではこれぐらいが一番いいですね。前回ほぼ食べましたけど、これぐらいのやつ。今まではね、ほんとこれぐらいしか当たってなかった。あんな大きいのここ2年ですね。お、いい身が入ってます。こういうのをねちょっと集めて拾っていきたいと思います。風邪ひきなんでもう疲れた。横筋増え台、もう炙りが大好きですね。一回食べてからね、ほんとハマってますね。これ油がね、すごい油なんですよ。でもサラッとした、ドロッとしてないんですよね。サラッとした油でね、ほんと上品な油で、炙りにしたらもう
それが焦げてね、皮と身の間の脂がめちゃんこうまいですよ。やっとあれ取れただけでも嬉しいです。もうほんと完全消えましたね。おーやった、ほんまに。あれ、いい時間なんかな。もうこんなんスペシャルボーナスじゃないですか。やった、嬉しい。ハモいなくても全然 OK。 カチカチ。オスはね、オンの親のオスは梅雨に水が出るとね、もうちょっと脱皮始めるんでね、チェックがかなり必要。でももう上から見てももういいですよね、これなんか。こっちもおるし、車エビ、これは逃がしておきましょう。ハモいなくてもこれなら全然いい。こっちこんなんも食べるんですね。だけでも結構嬉しかったのに、これ多分逆ろうとしてたんですかね。まあでもちょっと逆ろうにはまだちょっと早いですよね。これはでもちょっとナイスボーナス来ましたね。これは悪いとこ通りましたね。もうここは通さんことにしましょう。ちょっとここはもう本当にダメ。もう日に日に増えてきますね。さっき見えた気がしたんです。全然ダメ。おかめちゃん捨てるだけでも汗だくっす。やっとボラがいい。溜まってきました。外れが、外れというか当たりなんですけど、大潮じゃないのにね、大潮とっくに終わってるのに、こういうずれたやつがいるんですね。よかった、嬉しい。なんかもう一匹いたっぽいですね。下にいるんでしょうか、それとも入らんかったんかな、海に。でかいコチ少ないんですけど、なんと2本、片網全然ダメでしたね。それにしても、まあでもこれなら OK です。
やっぱ綺麗じゃないとダメなんですよね。だからこの2つなんか本当に助かりますね。綺麗だし、ガサがきついとこだとやっぱりガサ擦れて入りますから、これは本当に。この歯ももっと電気落ちました。ちょっと暗いかもしれません。浅いところに開けられますんで、空気袋が膨らっちゃってすぐ閉めましょう。これブリブリじゃないですか。これを食べよう。すごいなこれ。ラストです。あ、なんかいいもん見えてる。網の目からなんか出てきそうな。もう見えてますけど足。うわでかい、やった、すごい、めちゃんこすごい。やっぱりボーナスタイムなんでしょうね、さっきのヒラメといい。やった、これはすごい。本当にね、めちゃんこすごいんですこれ。めちゃんこなんですね。やった、手乗りダコゲットしました。手乗らんけど、何キロぐらいあるんだろう。すごい重い。何遍逃げられたかわからないんで、次の網取り込んでるうちにもうすぐ持っていきたいと思います。もう完全に確保いたしました。死なない限り大丈夫かと思います。よいしょ、やりました。いらんけど、やっぱ魚を釣ってる時間なんでしょうね。お間違いって、ゲタも今回も大きいのが、しかしもう帰らないといけないからこれにて帰りたいと思います。お疲れ様でした。
流し用にしてはかなり良かったですね。もうラストのおかげで本当かなり良かった感じです。帰り何も見えんかったで、あら、まあレーダーあるけん余裕ですけど、お互いレーダーあっても、キハンセンとこうなって危なかった、お互いレーダーあっても進むの分かってもどれぐらいの感じなんかが分からん。どうでしたか。今日は流し用なんで、昨日か、流し用なんで、まあ、期待してなかったんですけど、まあ、ちょこちょこカニが当たってくれたけん、まあええかなと思っとったんですが、はい、ラスト、はい、なんと、なんかおった大ボーナス。おお、やった、でっか、でっかくないこれ、でかい、やばかろう、お大ボーナス、やった、あんまり見たことないこのサイズ。うん、水は出たのね。まあ水は毎日よるけどな。大丈夫、このオーナーの前波に、あとラメちゃん、おお、ひらめちゃんも、こっちも一緒に入ってきたけど、ラストのやつ一緒に入れといた、このひらめちゃんの時点でだいぶ嬉しかったけど、カニと一緒に入ってるけど、毎年必ず取れる、なんだ、横筋増えだい、横筋増えだ、もう炙り一択の横筋増えだい、炙りましょう、はい、炙りましょう。カニは今日はこれだけ、ね、こっちに入ってるけど、はい、皆さん今日もお疲れ様でした。最後大凧感動しましたね。俺だけか。金賞受賞いただきました、ピノットキャルドーネ、読めない、イタリア語ですかね。スパークリングワインだそうです。白のワイン、そうなんですよ、ワイン、あ、書いてた、ピノシャルドネスプマンテ、サンテロピノシャルドネスプマンテです。怖いな。おお、いただきます。あー、酸味がきつくなくて飲みやすい、ほんとジュースみたいです。岡山といえば皆さん何を思い浮かべますかね。桃でしょう。なんと岡山の桃はですね、ピンクじゃないんですよね、白なんです。その中でも桃の王様は清水白桃で、横筋増えたの一番大きいやつ炙りにしました。で、ニャコボラガイ、白いトウモロコシで作ったシチュー、鳥島のエビ入りです。今日は白ワインいただいたので白尽くしということにしてみました。まあこの白トウモロコシのシチューはもう間違いなく美味しいでしょ。もう本当やばいぐらいうまい。これはですね、あの本当にお店で出せれます。本当に出せれると思う。ただ値段がすごいことになりそうですね、エビとトウモロコシで。ではこの今年の横筋増え台はどんななのか炙りでいただいてみましょう。もう油がね、本当にすごい上質で美味しいんですよね。炙ってる時のバリバリする音すごかったです、油が。いただきます。思ったより油が乗ってない、焼きすぎたか、個体でしょうね。あとあの自分のハードルがちょっと毎年美味しいんで上がりすぎちゃってるっていうのもあると思います。答えかな、例年のような感動がない。優勝はもうこれとなってしまいましたが、これがちょっと残念ですね。あの一番大きいやつ取ったのが失敗だから、ちっちゃいのがうまいんかな、それかぶりすぎたか。ではまあ最後ひらめとオーダーこいたんでヒットします。今回もご視聴ありがとうございました。